皆さんこんにちは、Your Life is Good です。今回はルームツアー動画ではなく、生活する上で欠かせない睡眠についてお話しします。いきなりですが、あなたは最近よく眠れていますか？寝つきが悪い、眠りが浅い、夜に目が覚めてしまう、腰が痛い、寝ても疲れが取れない、パートナーの寝返りで起きてしまうという方は寝具が問題かもしれません。なんでいきなりこんな話？と言いますと、実は私、グーグースリープというマットレスを最近購入して、もともと寝るまでにすごい時間がかかっていたのですが、変えてすぐに改善されたんですよね。なので動画を通してマットレスの重要性をお話しできたらなと思ってこの動画を作りました。人生の3分の1はベッドで過ごすことになるので、自己投資として寝具を整えるのもありだと思います。この動画では布団とマットレスの違い、メリット・デメリット、マットレスの種類、グーグースリープのマットレスについて、2ヶ月間実際に使った感想、こんな感じでお話ししていきます。またちょっぴりお得になるクーポンコードをグーグースリープさんにご用意してもらったので、気になった方は概要欄をチェックしてみてください。布団とマットレスの違い。まず布団かマットレスかという選択肢がありますよね。それぞれメリット・デメリットがあるので、ご自分の状況に合わせて選ぶのがいいかと思います。布団、メリット1、収納できる。畳むことができるのでお部屋を広く使用できます。2、メンテナンスしやすい。清潔感を保ちたい方や湿気が気になる方は気軽に天日干しが可能です。3、高低差がない。寝相が心配な人も安心です。デメリット、1、収納が面倒。メリット1の対になる部分ではありますが、収納が面倒な部分があり、マメな人じゃないと出しっぱなしの可能性もあります。2、吸湿性が高く通気性が低い。適度な天日干しや布団乾燥機を使用する必要があり、湿気の多い時期は布団乾燥機を使わないとカビが発生しやすくなります。3、中の素材がへたる。床つき感が出てきて寝心地に問題が出てくることもあります。4、床から近く寒さが伝わりやすい。アレルギーがある場合は埃に近い場所での睡眠となるため注意が必要です。マットレス、メリット、1、弾力性や通気性、耐久性に優れている。寝心地に影響する弾力性、清潔に保つために必要な通気性、長年使用する上で必要な耐久性に優れています。2、高さがある。ある程度の厚みやスプリングにより立ち上がりやすく、ホコリやゴミを吸いにくいため、ハウスダストやアレルギー対策にも適しています。3、インテリアとしても活用できる。ベッドフレームにもおしゃれなものが多く、インテリアとしても活用できます。また収納することもないので布団を畳むのが面倒という方にはおすすめです。4、選択肢が多い。後ほど説明がありますが、高反発、低反発など自分に合ったマットレスを選ぶことができます。デメリット、1、大きい。シンプルにスペースを取ります。重さもあるため頻繁に移動することは難しいです。2、手入れがしづらい。大きいマットレスは布団のように干すことは難しいです。まとめるとこんな感じです。どちらも一長一短ありますが、メリット・デメリットを考えてご自分のスタイルに合わせて選ぶのがいいのかなと思います。私の場合は寝心地重視だったのでマットレスを選びました。マットレスの種類。マットレスには大まかに2種類のマットレスがあります。スプリングマットレス、その名の通り中にバネが入っているタイプです。メリット、1、通気性がいい。2、弾力性が強い。デメリット、1、振動が伝わりやすい。2人以上で使う場合や寝返りが多い人は注意が必要です。2、経年劣化しやすい。古いバネだとキシキシと音がする場合があります。3、大きくて重い。ウレタンマットレス、その名の通り中にウレタンというスポンジが入っているタイプです。メリット、1、フィット感が高い。横向きで寝る方や関節に痛みのある方に最適です。
丸2劣化が少ない、きしむ音がしないです。丸3振動を吸収しやすい。丸4圧縮梱包ができる、狭いお部屋でも搬入できます。デメリット、丸1通気性が悪い、スプリングマットレスと比較すると通気性は劣ります。まとめるとこんな感じです。こちらも一長一短あるといった感じですが、製品によってもかなり寝心地が違うので、一度寝心地を試してみて選ぶのが最適だと思います。 Google スリープのマットレスについて、先ほどお話ししたマットレスの種類でいうと、 Google スリープのマットレスはウレタンマットレスです。ではなぜ私は Google スリープを選んだのか、3つポイントがあります。 1. 低反発と高反発のミックス。ウレタンマットレスでも低反発、高反発と種類があるのですが、 Google スリープのマットレスは両方のいいとこ取りです。体に沿う低反発と寝返りを助ける高反発の素材をミックスしていて、跳ね返す力のある高反発は寝返りを助け、体のラインに沿って柔らかく沈む低反発は優しい眠りをサポートしてくれます。日本人好みの程よい弾力性で、夜中に何度も目が覚めるのを防ぎ、深い眠りを手に入れられます。 2. 3つの体圧分散設計。体の重さは均一ではありません。それなのにマットレスのどの箇所も均一な硬さでは、背骨をまっすぐ保つことができないため体に負担がかかります。グーグーマットレスは頭、腰、足の3つのゾーンに分けて切り込みを入れているので、それぞれの部位に応じたサポート力があります。そのため仰向け、横向き、うつ伏せで寝てても背骨をまっすぐに維持してくれます。 3. トップ部分が選択できる。10年使ったマットレスは寝汗、古い角質、体の油、ダニとダニの死骸、糞の重さで1から3キロほど重くなると言われています。 Google マットレスはトップカバーが取り外せ、干すことができるだけでなく、必要に応じて洗えるので上面を清潔に保つことができます。干せない、洗えないといったマットレスへの不安感を解消し、買った後もずっと清潔なマットレスで、湿度の高い日本の気候にもぴったりです。このようにマットレスのデメリットを解消し、2種類のマットレスのいいとこ取りである Google スリープを選びました。2ヶ月実際に使った感想。私は同棲をしているのでクイーンサイズのマットレスを購入しました。その点も考慮してレビューしていきます。またいいとこばかり挙げても参考にならないと思うので、正直にいい点悪い点を挙げていきます。いい点、マットレスカバーが取り外せるのが便利。普通のマットレスは洗えないものも多く、毎日長時間使うものなので清潔感を保つためにもありがたいです。寝心地抜群。最初に寝っ転がった瞬間にフィット感がとてもいいのを実感しました。包み込まれるような感覚で、本当にちょうどいい硬さと柔らかさだと思いました。低反発と高反発のミックスで日本人の体をよく理解しているなぁと感動しました。振動吸収がすごい。お互いの寝返りなんかが全く気にならなくなりました。特に朝はそれを実感していて、私は彼との生活リズムが違うので起きる時間がバラバラで、以前までは彼が起きるタイミングで起きてしまったなんてこともあったのですが、今は起きた時には彼がいないなんてこともあります。大きいのはやっぱりいい。これは大きいサイズだからですが、2人で寝る上ではとても快適です。私は寝相が良くないのでなおさらですが、ちょっと贅沢にサイズアップというのもありだと思います。ロゴが可愛い、アイテムが嬉しい、この絶妙な可愛さとゆるさ。また中にはトートバッグとアイマスクが入っていて、特にこのアイマスクが使いやすくて、寝るのが遅くなって外が少し明るくなってきた時には重宝しています。100日無料トライアル、これは購入の決め手でした。値段の張るものなので一度試してみたかったのですが、トライアル期間があったので安心でした。悪い点、重い。クイーンのサイズだと30キロあるので一人ではかなり大変だと思います。
シングルのサイズでも20キロあるので、開封する際には設置する場所での開封をおすすめします。最初は臭い。箱から出した直後は独特の匂いがありましたが、数日後にはなくなっていたので換気をしておけば問題ないと思います。まとめ、最終的な評価としてはとっても満足しています。個人的には悪い部分がほとんどないように感じるマットレスで、このマットレスにしてからはホテルなどの他のマットレスで寝た時の違和感がすごくて、寝つけないなんてこともあったくらいです。購入前のネックの部分はやはり値段でしたが、こんな状況だからこそ QOL 生活の質を意識した生活が重要だと思いますし、約10万円でも10年使ったら1日27円、毎日27円で自分への自己投資と思って決断しました。冒頭にも話しましたが、人生の3分の1を過ごすことになるベッド、一度検討してみてはいかがでしょうか。最後に、当チャンネルでは主にルームツアーの動画を月、水、金、土、日の週5日20から21時に投稿しています。今後の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。